確かに疲労が取れた感じがしますね。大丈夫です。これも点検項目の一つですから。それに、働き者には報酬がなければ。あと、先生にはいつもお世話になっていますから。だからこれは私から先生に贈る小さなプレゼントです。そんなわけないじゃないですか。私がいるのはその先生の安全を守るためです。私はライフセーバーですから。水着はあまり慣れておらず、お見苦しかったら申し訳ありません。事故は予期せぬ時に起きるものです。すぐに対処できるよう常に気を配っております。コーヒー邪魔になるので一杯しか飲んでいません。人命救助はともかく、接客や案内にはあまり自信がありません。眠い時は体を動かすといいですよ。さあ起きてください。ライフセーバー式の準備運動をお教えします。